きまして、中国民主運動海外連合会議主席李強成様のメッセージを同会議の中日代表でございます総理様に代読いただきます。総理様どうぞよろしくお願いいたします。下面有中国民主运动海外联席会议驻日代表夏林先生发言。皆さんこんにちは。ご紹介いただいた私中国民主運動海外連戦会議のアジアの代表の総理と申しますが、今日李強成先生は来れなくて、私をお祝いの手紙を代読しますのでよろしくお願いします。手紙は北京語なので、私北京語で読み上げて、できれば強くお願いできませんか。祝贺内蒙古大呼拉尔议会召开。ミヤンモンゴル、大会の、結成に、お祝い申し上げます。因为中共的镇压和封锁，本次大会不可能在自己的土地上召开。中国政府の、圧政により今回の大会は、南モンゴの本土で、行われることは、不可能です。内蒙古的人民和中国人民一样，不可能在自己的家园选举自己代表，无法参与自己的事务。南モンゴルのモンゴル人たちは中国人と同じように、選挙権がないです。因此，由海外一批为他们争取民主自由的人士代表他们的意志和意见，就是既合理也合法。そういうことで、海外にいる、皆様が、海外の彼らの意思に、代表して彼らを応援することは、正義なことだと思います。习海明先生从70年代开始领导内蒙古人民争取民主自由和民族自决权。テミチルズさんは、70年代から始まり、この南モンゴルの、民主と自由のためにずっと戦ってきました。正如他所说过的那样，中国共产党不垮台，中国没有民主和自由，包括蒙古人民在内的各族人民的自决权也无法实现。彼らが言ったように、中国共産党が、倒れなければ中国の民主化は実現できない。そして南モンゴル人、と他の少数民族も、自分の、民主化を成功させることができないです。因为中国共产党是一个不讲道理的专制政党，他们不是小偷而是强盗，他们不会对请求做出妥协，跪地求饶是没有用的。中国共产党は、とても、残酷な、独裁政権です。ですので、彼らに対する陳情や、請求などは全く、法律のないことです。只有推翻了中共，各族人民才有可能在讲道理和互相理解的前提下解决民族矛盾，包括实现民族自决。ですので、中国共産党が、倒れてから。中国内にいる各民族が、お互いの存在を認め、平等な前提のもとで、民主化を実現することができます。汉族的共产党和各民族的共产党人一起
对包括汉族在内的各族人民实行专制统治。この中国共産党と世界各地の共産党を含めてそれぞれの、人民民主国民を、弾圧し続けております続けています。所以被压迫的各族人民必须团结起来，在反抗中共的斗争中互相支持互相理解。それで、世界各国の非弾圧民族たちが、お互いに協力し合い共に中国共産党と戦っていかなければなりません。单枪匹马对付强大的中共政权肯定没有希望，因此我们成立了亚洲人权民主联盟，习海明先生是轮值主席之一。单独で小さな民族は単独で中国共産党と戦うというのは、不可能なことです。それでは、我々は、亚洲人権民主聯盟、アジアの人権民主、連盟を作り上げたんです。それでテメチロテさんは、その代表者の一人です。不仅对中共直接压迫的各族人民，而且亚洲各专注国家的反对派组织都联合起来反抗共同的敌人中国共产党和各国专制统治集团。中国だけじゃなくて、アジア地域における全ての、非弾圧、民族が、お互いに協力して立ち上げて中国それぞれの、国際政権と戦わなければなりません。为了对付各民族和各国人民的反共和反专制联盟，中共和各专制国家的政策也采取了针锋相对的措施，分化瓦解人民民主联盟。この独裁政権を、反対する陣営に対して独裁政権側もいろんな手法をとって、私たち民衆、陣営の、力を、取り除くとしています。他们利用民族矛盾挑拨藏族、维吾尔族、蒙古族和汉族民主运动之间的矛盾。彼らは民族の、民族問題を利用してチベット、ウイグルとモンゴルや、漢民族の間に、問題を作り上げて、彼の不調和を、作り出しています。他们利用南海领土争端挑拨中国人民和越南人民之间的矛盾，达到其分化瓦解各个击破的罪恶目的。また彼らは南シナ海問題を南シナ海で問題を作り上げ、フィリピンとの関係を、悪化させ、この民主化の陣営を、破壊しようとしています。帮助散布谣言、挑拨民族矛盾、企图瓦解各民族联盟的人、要么是胡子虫、要么就是中共的帮凶。この我々民主陣営の陣営を、破壊しようとしている他の、国や団体は、それは、絶対中国共産党やその、同じその独裁政権の、人組、一味であります。希望那些自觉和不自觉地帮了共产党的人幡然悔悟，反戈一击，回到人民的队伍中来。私たち望むのは彼らもこの共産党独裁政権の側に立つより、我々の民主陣営に、加わることを望んでおります。有人反问道，那我们的民族自觉权怎么体现呢？
それで、疑問を出す人がいます、そういう時点で私たちの民族の自決権はどういうふうに、実現できるのでしょうか。西尔梅先生多年前就说过。テメチルトさんは、何年前に言ったことがあります。现在咱们必须联合，不然斗不倒共产党。等共产党倒了之后，我们再和你们斗，这才叫远见卓识。说来着。我刚才。日本語で言いますね。先生はね、私日本名でテムシルド先生はね、昔はね、もう17年前から B さんに言いました。我々ね、今団結しないと中国共産党を倒すことができない。共産党を倒してから我々まだ話し合うか戦えばいいじゃないですか。それぞれの利益のためにね。それはまさにね、先見の目を持っているんですよ。じゃあ次。現在和民主派斗争、你们能得到什么？今、民主派勢力の中で、お互いに攻め合うのは、良くないことです。只能帮助共产党破坏人权民主联盟，其他什么也没有。それがただ中国共産党に、力を与え、この 民主勢力を、破壊することしかないです。你们只有将来和民主自由为原则的讲道理的民主政府斗争，才会得到应有的尊重。この民主と自由を、尊重するこの勢力と加わることによって自分たちの、民主と自由を獲得することができます。再一次祝大会排除干扰顺利成功、もう一度この大会が全ての困難を乗り越えて、成功を収めることをお祈りします。中国民主运动海外联席会议亚洲人权民主联盟主席魏京生。中国民主运动海外、連盟会議主席、魏京生。ありがとうございます。ありがとうございました。個人の感想として。李強生主席は非常に正直のことを言ってました。共産党は我々各民族と民主派の中でいろいろ分断工作やってます。この2、30年我々そのままになったですよ。だから私もペーマ先生もう2、30年前から知り合ってね、我々も一生懸命団結しようと思ってるんですよ。でもなかなかうまくいかなかった。もちろんそれは一番大きな原因は共産党の暴力。我々自身にも問題があります。なぜかというと大きな志を持っているの団体は少ないですよ。みんな共産党を倒してね、国に帰る志を持っているの少ない、あるいは弱かった。我々ね、本当にね、各民族のため、中国の人民のため、早く団結して、先生に言ったようにね、我々共産党を倒してから戦えばいいじゃないですか。その前に、どんなことがあっても、我々まず団結しないといけない。日本の皆さんもそうです。こっちはウイグルを支持する、これはチベットを支持する。これは中国人嫌い。嫌いでもいい。共産党倒すまで一緒にやりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。